よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さて、元プロサッカー選手の経歴をお持ちの久保田さんなんですが、サッカー選手時代のですね、経歴を教えていただけますか。はい、栃木 FC という栃木のチームでやっていたのと、あと九州の、今は現ギラバンズ北九州というチームでやっていまして、はい、あとはタイとルーマニアでもう一応サッカー選手としてやってました。海外でもなんですね。そうなんです。すごいですね。何年前くらいまで、何年前かな、4年5年ぐらい前ですかね。そして、まあ、プロとしては引退をされて、はい、現在はどんな活動をされてるんですか。そうですね、サッカー大好きなんで、はい、そのサッカーを仕事にしようってことで今は帝京第三高校の、コーチをやってます。お、山梨で強豪ですよね。そうですね、強いですね。強いですよね。強かったですよね、去年。去年はすごかったですねいや今年も頑張ってください。頑張って、ぜひぜひね。サッカーを始めたきっかけってどんなものが。サッカーを始めたきっかけは僕、兄が3つ上にいるんですけども、兄のそばをずっと金魚の糞でくっついたときに、兄がサッカーをやっていたので、一緒に混ぜてやってました。だいぶ小さい時からってことですよね。そうですね、ずいぶん小さい時からやってましたね。本当にお兄ちゃん後をついて、はい、兄貴兄貴っつってやっぱ兄弟の影響って大きいですよ ね。そうですね。で、大概弟の方が上手くなっちゃうって話。そうだね、まあ、兄貴が聞いてないことになる。実際そうだった、はい、僕の方が選手長かったですね。そうなんだね。そうなんだ、はい。まあ、サッカー始めてからもかなり長くね、もう経ってると思うんだけども、はい、やっていてサッカーをやっていてよかったなって思うのはどんなところですか。僕今まで一番良かったのが高校サッカーの選手権で東京代表になった時なんですけども、はい、うん、それがやっぱプロになって時もいろいろありましたが、今でも一番残ってまして、印象に。やっぱ仲間と一緒にあんだけ頑張った日々っていうのはなかったですね。もちろん辛いこともあったたくさんね。いや、もう毎日練習が嫌でしたね。あ、練習嫌なんだ。本当に走ってばっかりですけども、でもまあそういう中にこそ、そのなんだ、自分自身のね、いろんな部分が出てきますし、チームメイトのいろんな部分が出てきて、その人間らしさが交わった中で出た結果だったんで、その東京代表っていうのはすごい面白かったですね。だって東京の代表ってさ、はい、まあ、こんなこと言っちゃいけないけど、うん、山梨の代表とは、まあ、あのほら数がね、数の問題、人が違うから、そうそうそう、人数がね全然違うので、競争率がね、はい、すごいことだなと思うけど、そうですよね。まあ、辛かったからこそその達成感がそうですね、あったんだろうなっていう想像ができますよね。サッカーを、ね、通してこう学んだこと、もう本当にこう選手時代も、まあ、今コーチもされてますから、はい、本当に関わりがもう半生と言っていいほど、ね、もうあると思うんですけど、どうですか、その学んだこと。僕は正直勉強してきてないのでサッカーからしか学んでないんですよ。正直、で、まあ、いろいろ社会も知らないままいたんですけども、うん、海外に出て、うん、いろんなものにやっぱぶつかりまして、うん、その中で自分でその人間関係だったりとか、うん、あ、こういうことを勉強したらいいんだなとか学びまして、はい、今はやっぱすごい本を読むのとか好きですし、うん、いろんな知識を学ぶのが好きですね。でもその辺も全てサッカーを通してこう学んできたんだっていう自覚があるっていうことですよね。すごいな、うん、もともと東京の出身ということですよね。そうですね、うん、はい、で現在北斗市にお住まいということですが、はい、北斗に来られた理由というのは。僕サッカー選手引退したというか、やっぱプロなんで、それでも足で金稼げなかったら終わっちゃうんですけども、で実際そういうチームがなかった時に、次何をやるんだって探した時に、八ヶ岳の北斗市にあるサドベリースクールっていう自由な学びの学校に出会ったんですね、はい、それがきっかけで今もその北斗市に住んでます。うん、じゃあサドベリーとも関わりを持ちながら。そうですね、ということなんですね、はい、じゃあ子供たちと関わる立場っていうこともあると思うんですけど、はい、まあ、これからね、その冒頭にもお話ししましたが、その、まあ、子供たちにこう指導する立場として、練習の際、まあ、普段から心がけてることっていうとどんなことあります。そうですね、指導というとちょっとなんか上から目線になっちゃうんですけども、うん、僕はやっぱ自分がそうだったんですけど、やっぱ教えられるのがすごい嫌いで、うん、自分で考えて自分でこうしたいんだっても強かったんですね、うん、なんでそのある程度の道筋っていうのは
伝えていかなくちゃいけないんですけども、その中で子供が自分でこうしたいとか、うん、ああしたいって言ったようなことをなんだろうな、大事にするというか、その中でそのトライアンドエラーを繰り返しながら自分で学んでいった時に、やっぱサッカーって面白いんだなとか、うん、で子供って思うんだなっていうのをやっぱ自分自身が体験したんで、そういうのを大事にしてますね。なるほど、まあ、先にこうすれば上手になるよっていう道をこう提示してあげるんじゃなくて、自分で見つけてほしい、はい、そうですね、っていうところ、もう喉まで出てるんですよ、うん、こうやったらいいだろうみたいな分かる気がする、でも、それを伝えちゃうと、うん、子供は面白くないんだなっていうのも分かるので、うん、そこをちょっとじっとこらえながら、うん、でこらえた分だけその子供が発見した時の喜びっていうのは大きいですね。大きいだろうな、時にね、失敗もするだろうけど、はい、それも見守りながら、はい、そうですね、自発的にこう出てくるのね、うんうん、待っていくって、うん、まあ結構我慢もいることだと思うけど、初めは我慢も多かったですけど、今はもうだんだん普通にできるようになりましたね。あ、そうなんだ。ね、高校サッカーだったら勝たせなきゃいけないっていう、うん、そうなんですよ、ね、それ一番だもんね、やっぱりなんといってもね。そこはね、うん、普段からちょっとぶつかりますね、自分の中で、ね、あのちょっと、はい、勝たせなきゃいけないという使命と、はい、その大事にしたい指導方法っていうのと、はい、まあ、いろいろ葛藤も、はい、そうなんですよ、あるんでしょうね。なるほど、ではこれから、まあ展開ですね、どんな活動をされていくか、はい、ちょっとあの教えてほしいんですけど、これからはやっぱ自分はサッカーでいろんなことを学んできたし、サッカーでいろんな出会いもあったので、そういうのをこれからは還元していきたいというか、うん、循環させていきたいという思いで、東北都市の方であのサッカースクールをやろうと思ってるんですね、はい、あの現在教えている帝京の方があの全面的に協力してくれるってことなので、あの帝京高校のサッカー部のグラウンドを使って、はい、サッカースクールをやります、うん、対象は小学生だけ、はい、対象は小学生から、うん、小学1年生から中学3年生までを、幅広いですね、1年生からいけるんですね、はい、そうなんですね、はい、あの全く経験がない子でも大丈夫なのかな、あ、もちろんそのもちろん大丈夫なんですけど、ただ、うん、親御さんがサッカースクール行ってこいっていう感じだとちょっと僕の方では対処できないというか、教えるっていうかできないので、うん、子供がやりたいっていう子はもちろん素人でもボール触った子じゃなくても、うん、触ってなくても大丈夫です、うん、行きたい子は、はい、来てほしい、大丈夫です、やっぱりそこは本人の気持ちを大事にしたいと、そうですね、やっぱり本人がやりたいって思わなかったらいくらこう、うん、場をセットしてもいいものは、ね、できないので、やっぱりそうですね、そう、何しろモチベーションというものがね、はい、必要なわけですよ、そうですね、何をするにしてもね、1回じゃないですからね、そうですね、うん、はい、教室ということだからチームというわけではなくて、はい、教えその技術とか、まあ、サッカーの楽しさとか、はい、そういったものを伝えてくれる場という感じなんです ですね、サッカーに触れ合う場所という感じで、ね、北斗の皆さんね、聞いていて、おこれはって思う方もいるかもしれないので、ね、あのどんな風に、うん、アクセスしたらよろしいんですか、お問い合わせとか、今まだすごい立ち上げたばっかで、うん、いろいろなんで、その久保田功という名前で検索してもらえると僕のホームページがあるので、うん、はい、そこのブログにいろいろ北斗サッカースクールのことは載せてあるので、はい、そこからアクセスしてもらえると助かります、はい、はい、それではここで久保田さんから1曲ね、おすすめの曲をご紹介いただきたいと思います、はい、僕の大好きな、曲なんですけども、うん、はい、うかすか G の、勝利に笑みをという歌です、あ、はい、ありがとうございます、勝利の笑みを君とかな、あ、そうです、はい、分かりました、じゃそちらの曲をおかけしましょうね、はい、今日は、元プロサッカー選手であり、現在、帝京高校サッカークラブコーチの、久保田功さんのお話をお伺いしました、ありがとうございました、ありがとうございました、胸にでっかい誇りを掲げていこう、まだ上に行けるぞ、そう信じてるよ、高い壁だろうとも、どんな敵であっても奪いに行くんだ、ゴールを、いや、今日のゲストの久保田さんね、うん、ラジオで姿をお伝えできないのが非常に残念なんですが、ね、もうね、本当にザ・サッカー選手って感じのかっこいいんですよ、まいいよく焼けていて、ね、スラッと背が高くて細身でね、うん、そう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 、かっこいいですね、かっこいいでしょ、でもう本当にね、うん、サッカー選手でしたから太ももなんかもう本当にもうこんなに細いのに足はしっかり、もうね、うん、
ザ・サッカー選手ですから、ぜひもあの機会があればね、実物本物の彼に会ってみてください、はい。